リカリのパン粉をまとったジューシーチキン。オーブンで焼くだけだからとっても簡単。チキンのパン粉焼きをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず鶏肉は余分な油を除き、一口大に切って塩コショウを振りましょう。しっかりと揉み込んで下味をつけておくことが美味しく仕上がるポイントですよ。オーブンシートを敷いた天板に鶏肉を並べ、混ぜ合わせた材料 A を乗せます。オリーブ油を振りましょう。200度に予熱したオーブンでパン粉に焼き色がつくまで10分ほど焼けば出来上がりです。食欲をそそるニンニク風味のパン粉が香ばしい一品ですよ。ぜひお試しください。